旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。皆さんこんにちは、旅行の達人のジュミーです。今日は鎌倉の人気スポット小町通りで食べ歩きを楽しもうご紹介します。小町通りは鎌倉駅にも近く鶴岡八幡宮に向かう道になっていることから人気の観光スポットになっています。そして小町通りで楽しみなのが食べ歩き。実はグルメ、スイーツの宝庫でもあるんですよ。今回は小町通りの食べ歩きスポットのご案内。ただコロナウイルス感染症の関係で通りにある各店の営業に影響が出る可能性もあります。現地に行く前に一度状況を確認するようにしましょう。この動画で紹介されてないおすすめがありましたらぜひコメント欄でシェアしてくださいね。1. 食べ歩きについてのご注意。鎌倉市では平成31年4月1日に制定された市条例によりマナー向上を目的として歩きながら食べる行為が禁止されています。市条例制定後はお店にイートインスペースが設置されたりして継続して鎌倉グルメが楽しめるような工夫もされています。そして歩きながら食べる行為の禁止ですので店内や近くのベンチに座って食べるのは全く問題なしです。大勢の観光客の皆さんがいる中で歩きながら物を食べるといった歩き食べをする人も少なくありません。これは周囲の方々やお店への迷惑行為になりますので絶対にやらないようにしてください。食べ歩きというのはその街にあるいろんなお店に行って様々なグルメを楽しむこと、決して歩きながらの食事ではありません。マナーを守って食べ歩きを楽しんでくださいね。2. ぐるぐるベーグル鎌倉。ぐるぐるベーグル鎌倉は表参道でも話題のベーグル専門店です。小町通りから歩いて数分のところにあるのが丸七商店街。この商店街に2019年8月にオープンしたのがベーカリーカフェのぐるぐるベーグル鎌倉。パンとエスプレッソなどがメインのお店です。スイーツ系からお食事系まで10種類近くのベーグルが揃います。サンドする中身によってベーグルの生地も変化するこだわり。米粉が配合された生地はもちり感にあふれています。人気を誇る一品が旬のフルーツをカスタード入りの濃厚なクリームチーズと一緒にサンドした5種のフルーツサンドです。滑らかクリームチーズの酸味がフルーツの果汁とよく溶け合っています。おかず系がご希望ならエスニックチキンのバインミーがおすすめ。カレー粉が練り込まれた生地にグリーンレーズンとマンゴーが加わったベーグル。ボリューム満点のグリルチキンをサンドです。自家製ナマスとパクチーがアクセントになっていますよ。さらにはピンクグレープフルーツとラズベリーのゼリーが具材のラズベリーと白あんクリームチーズも人気です。暑い季節の限定商品になっています。ぐるぐるベーグル鎌倉の営業時間は10時から18時で定休日は火曜日、水曜日になっています。3. 朝比奈。朝比奈は小町通りを少し進んだところにある練り物のお店です。味と食感にこだわる一品を作り上げるためタラ、タチウオ、糸よりなどを絶妙なバランスで使って作る鎌倉かまぼこが有名です。さらにはそれを油で揚げた鎌倉揚げも食べ歩きには欠かせません。たくさんある種類の中でも人気なのが鎌倉揚げのタコです。コリコリした歯ごたえでとても美味しいですよ。せいろで蒸した熱々のかまぼこはとても柔らかいので落とさないように気をつけて食べてくださいね。食べ歩きにもグッドサイズになっています。朝比奈の営業時間は9時半から19時で基本定休日はありません。しかし営業時間も定休日も状況によって変更されることがあります。 4. はんなり稲荷。はんなり稲荷は様々なメディアでも取り上げられる有名店、お稲荷さんが中心の海鮮を取り扱うお店です。人気の食べ歩きメニューがしらすとイクラのミルフィーユ、イクラカップにイクラ、酢飯、とびこと卵焼きを入れ、そしてさらに酢飯、イクラが交互に入っています。カップは透明ですので具材の鮮やかな色合いも楽しめますよ。また自家製の醤油で漬けたイクラを使っていてご飯との相性もグッド。中ほどに入っている
のりこもプチプチとした食感でとても美味しいですよ。日によっては50人もの人が並ぶこともあるとか、土日祝日は特に混み合いますので、お昼以降に行くのがおすすめです。はんなりいなりの営業時間は10時から18時で、定休日はありません。しかし天候が大きく崩れる場合はお休みになることもあります。5. 芋吉屋形。芋吉屋形はお芋のスイーツやコロッケを取り扱っているお店です。鎌倉江ノ島エリアで4店舗が展開しています。人気メニューなのがアジサイソフトクリーム。長谷寺のアジサイをイメージして作られたソフトクリームです。紫芋の紫色をアジサイの花に見立て、宇治抹茶の緑色がアジサイの葉を表しているのだとか。芋吉屋形では真冬でも200個ものソフトクリームが売れるそうです。メニューはアジサイソフト以外にも9種類ものソフトクリームが揃っています。いろんな味をお試しくださいね。芋吉屋形の営業時間は10時から18時で、定休日はなく年中無休です。6. 許可枕。許可枕はずんだを使った和菓子やドリンクを販売するお店。青と白のモダンでスマートな看板が目印です。人気のメニューは米麹と山形県産のだだちゃ豆を使ったずんだ甘酒。冬から春に販売される限定商品、ずんだを使った甘酒、珍しいですよね。人気の甘酒は枝豆の風味とつぶつぶの麹が口の中に広がります。柔らかな甘みで心も体もしっかり温まりますよ。その他ずんだ大福やバター入りのずんだどら焼きなども外せませんね。お土産に買っていく人も多いそうですよ。許可枕の営業時間は10時から18時で、定休日はなく年中無休で営業しています。7. はゆか総本店。はゆか総本店は創業以来カジキ一筋のお店です。日本でも有数のマグロ漁港三崎で創業されました。こちらで食べられるのがカジキの串焼き。お店の右手にある串焼きの実演コーナーにおいて目の前で焼き上げてくれます。人気の串焼きは上質なカジキを串刺しにしてバジルで味付けたもので、じんわりと甘みが広がります。カジキの間にはネギが挟まっていて、とてもいい感じのアクセントになっていますね。ビールなどのアルコール類にもよく合う味付けです。はゆか総本店の開店時間は10時になっていますが、閉店は決まっていません。定休日はなく年中無休での営業です。8. カカオ。カカオは鎌倉に本社があるチョコレートのお店です。 ANA 国際線のファーストクラスで出されるプティフールにもカカオのお菓子が採用されるほどの名店なんですよ。鎌倉店限定の注目のスイーツがカカオエクレア。このエクレアを買うために遠くから訪れる人も多いそうです。口の中でふわっと効いてしまう食感が特徴のアロマ生チョコレート、クリーム、ガナッシュ、板チョコの3つの形にしてシュー生地でサンドしています。様々な食感のチョコレートとサクッとした食感のシュー生地はまさに新感覚。小町通りとは反対側の鎌倉駅西口には姉妹店となるチョコレートバンクもあり、テイクアウトのほかカフェの利用もできます。カカオの営業時間は10時から18時で、定休日はありません。今回は鎌倉小町通りの食べ歩きスポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。鎌倉の食べ歩きグルメはこだわり抜いた食材や製法などの一品がたくさん。小町通りには様々なお店があって美味しいフードが満喫できます。ただしお店によって営業時間や定休日も異なっていますので、鎌倉を訪れる前に確認をしておいた方がいいでしょう。準備も万端で鎌倉の人気スポット小町通りの食べ歩きをお楽しみくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。